青山学院大学総合文化政策学部の枠です。ネオンを始めたきっかけは、家にネオンが欲しいなって思うことがあって、ネオンって自分で作れるのかなと思っていろいろ調べてみたら、ガラスであることをまず知って、でそれを火で曲げてガスを入れて、でそういう作業があることを知って、工程にもものすごくワクワクしたし、電子がぶつかって光が起きる、その生まれる過程、やっぱそういうものにすごく惹かれていると思います。自分が作り出すネオンの光っていうものは、ある感覚に似ているというか、もう僕が美しいものを見たりした時だったり、自然の中にいる時とか、まあ本当に友人とものすごく楽しい時間を過ごしている時に、脳の中から染み出るような感覚、うわーすげえいいなって、その感覚、それと自分が作ったネオンをの光を見ることがすごく似ていて、その感覚ってものを僕は言葉にすることができないんですけど、自分の手で作って物質としてこの世に生み出すことによって、自分の中の頭のその瞬間的感覚ってものを脳の中の意識とつなげることができて、で実際に物質として残すことができる感覚を言葉にすると、そういう感じになります。これは自分の作品の、新しい作品のものです。ネオンになった時の姿を見たいなと思えるものを作っています。日頃から自分がいいなって、すごく好きなシェイプだなとか、そういう思うものは頭の中に、なんていうんですかね、風景として常日頃から溜めていて、でその中から、自分の頭の中から生み出すっていう感じが強いですね。何百個も同じような形をずっと描きまくって、自分の中で最も納得のいく形までやるんですけど、自分が感じていることを認識できる瞬間というものがものすごく大事で、あ、まだ僕は感じられるんだなみたいな。ギャラリー、青山学院ギャラリーみたいな感じでギャラリーができたらいいんじゃないかなと思っていて、まあ、青山学院自体ものすごくいい立地にあって、幼稚園から大学まである、でそんな中で表現活動に触れられる場所があってもいいのかなと思っていて、在校生の中にそういう作家がいるかどうかわからないですけど、なんていうんですかね、そういう人たちともつなぎ合わすことができる、卒業してしまった OB の方たちとか、でそこでつながることによって、その人たちがそういう大学生の頃に何を考えていたかとか、どういうふうな思いで生活していたかっていうものを知ることによって、僕たち知るべきことが何かあるのかもしれないなっていうのはすごく感じています。多くの作品も置かせてもらえたら、なんていうんですかね、まあ青学生として嬉しいですし、そういう感覚はありますね。